国王神社は、茨城県坂東市にある神社、平野正門を、その終焉の地に祀る神社である。正式には、国王神社と表記する。国王大名神や正門大名神の故障がある。旧社格は孫社。茨城県神社写真帳に、妙見神社、稲荷神社の2社が記載されているほか、守る神社、房総神社、浅間神社の合併の記録がある。 現在は、病権者、守る大名神、浅間神社がある。守る神社は、戦前は、雨のみ主の命を祀るものとされていたが、現在は、平野正門の子孫とも言われる、平守る名を祭神としている。霊祭日は、平野正門が没した2月14日である。宇治子の間では、14日校という供養行事が、代々行われてきた。 11月第2日曜日に、岩井正門祭りが開催される。旧岩井氏が、市政施行した、昭和47年4月を記念して始まった。社殿によると、平野正門の戦死の際、南を逃れ欧州の英日寺付近に世を結び出家し、陰性していた、正門の三女女像にが、正門の三十三回期にあたる天六3年2月に、この地に戻り、 付近の山林にて霊木を得て、正門の像を刻み、祠を立て安置し、祀ったのが、始まりとされる。神像は、制作年代不詳だが、文化財解説は、室町時代の作としている。御霊信仰に基づき、平野正門の神霊を鎮めるために創始されたという、説もある。慶安元年、徳川恵光が、慶伝十国を寄進。万事2年10月。 火難により、古児不詳となる。遠方三年、拝殿を混流。文化財解説では、再建胸札にある文化十四年が妥当としている。文化十四年、本殿を再建。明治維新後、近代社格制度で尊社に列する。明治四十一年四月、守る神社、暴走神社、浅間神社を合併。昭和四十七年四月、岩井正門祭りが始まる。 ありがとうございます。